はい、どうも、にまろです。サガットの究極、やっていきたいと思います。ギミックはダメージウォール。結構、敵は柔らかいな。あ、でも、一発で復活するんか。あ、先に、あいつ倒した方がええな。蘇生を。ダメだ、蘇生に当たらん。蘇生を倒す。ボーナスステージ壊せるか？ルシファーには使い、もうちょい、やばい、あと1ターンで、よし、うわー、レーザーバリアが厄介じゃな。蘇生するんか。だったらルシファーに。これもルシファーと滝夜叉。いや、レーザーバリアなくなったな。おお、アビリティロック。よし、20ターンでした。全員やってる。復活するね。これはどうしよっかな。おお、やばい、取っとこう。どうしよっかな。蘇生が鬱陶しいな。
みんなに当てたい。よし。これでストライクショット使い放題。お、いい感じ。多分サガットも自家ドロップでしか手に入らんよな。生き返る。よし、結構余裕だったな。うん、やっぱ自家ドロップして手に入らんな。はい、というわけでサガットの究極濃紺スピクリでした。ではでは。